おはようございます。今日は火曜日、ちょっとスクラップ屋さんに用事があるのでなんか持ってくか。そういえばタイヤ付きアルミホイル早く処分しろって言われてんですよね。邪魔になってるから。タイヤ付きアルミホイル持っていきます。で、まずは、ちょっとコンビニで、コーヒーとタバコを買ってきたのね。休憩して、休憩って朝起きて、何も仕事してないんですけど、休憩してから、積み込み始めましょう。これですね。17。あれ、結構水あるな、これ。あ、溝ある。あ、ダメだ、ツルツルだ。15インチか。これ積んじゃいましょう、まず。これが一昨日買ったやつなんですけど。これも15インチか。水をもう全然使い物にならないね、タイヤは。これはホイールも中国製だから、これも積んじゃっていきますか。積んだ。次今度玄関の方に行きます。これだけ山が残ってても売れないっていうのは厳しいなぁ。まあスクラップの値段で買ったからいいけど、これだけ残ってんですよ。売れないんだなぁ。ホイールは難しい。3603。めっちゃ古い？もしかして。3603。これ全然チャイナでしょ？書いてねえよ。これは、可能性、処分だな。今、処分だな。処分です。これは外車のホイールなんですけど、純正ホイール。これは可能性にかけてみましょう。国内リユースの可能性。国内リユース。この辺は、ちっちゃいな。14とか14か。これは、R16 か。うわぁ、ツルツルだ。これもダメだ。これも持ってっちゃうか。PIAA ってホイールは国産ですね、これ。珍しく。ちょっと調べてきます。もしかしたらこのホイールは売れるかもしれないから、これは残しておきましょう。よし。よし、これで向かいます、スクラップ屋さんに。はい、無事に荷下ろし完了しました。で、次に行くところでちょっと儲け話があるので、ケーキ好きにジュース買ってきましょう。ジュース買ってきた。カロリーゼロ。これ飲みながら次の現場向かいましょう。食梅買ってきた。食梅でかいな、結構。
金欠だから売っちゃいましょう、急いでオークション出しちゃいましょう。はい、出品しました。もう一台の方も出品しちゃいましょう。はい、出品しました。じゃあ少し目といて、よーし、もう受けられるかな。今日のおやつは、10時のおやつは、なんだろうこれ。美味しそう。昆布？うん。これご飯と食べると美味しいけど、ご飯がないんだ。失敗したなぁ。はい。タイヤ付きアルミホイル出荷してきました。疲れた。なんかいろいろやってたから。なんと15インチ以上は、1本1700円。どう考えてもスクラップの値段としては合わないんじゃないかな。何キロな、そんなにないでしょ。15インチで トントンぐらいのタイヤの処分代考えたら多分赤字ですね。あれバラしたら。やっぱ輸出してんのかな、使えるタイヤは。謎ですね。まあ、日本国内から確実に中古タイヤは海外に輸出されてるのは知ってんですけど、そんな割合は多くないです。残念ながら。ほとんどがサーマルリサイクルに回ってますかね。タイヤのリサイクルのサイト見ると、そんな感じで書いてあるから、輸出は、あれですね。とりあえず今日は午前中はこれで終わりで、午後は、パソコンばらしやるか。以上。